南口ホーム港町駅は神奈川県川崎市川崎区港町にある京浜急行電鉄大使線の駅である。駅番号は KK21、旧駅名は日本コロンビア川崎工場の最寄り駅だったことに由来する相対式ホーム2面2線を有する地上駅、ホーム間を連絡する古線橋が設置されている。以前は 上り線側にしか改札口がなかったが、駅北側にタワーマンションが竣工したことにより、下り線側にも正式に改札口が設置された。かつては早朝、深夜時間帯は駅員無配置であったが、現在は終日駅員配置駅。2013年3月1日から、ミソラヒバリの楽曲、港町13番地をアレンジしたものを、接近メロディとして使用している。これは、 ひばりが所属していた日本コロンビアの川崎工場があったこと、また当駅周辺が同局の舞台であるとされていることにちなんでいる。メロディはスイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。また、2013年3月1日には、南口改札前には、同局の下避、改札内に音符のオブジェ、レコードの歴史や会社を紹介するパネルが設置された。下避には、歌詞、 ミソラひばりの写真、手形、サイン、レコードジャケットなどが掲載されており、ボタンを押すと1コーラス90秒の音楽が流れるようになっている。2017年度の1日平均上行人員は8147人で、あり、京急線、全72駅中62位、大市線の駅では最も上行人員が少ない、近接する川崎競馬場に徒歩で迎える。 実質的な最寄り駅として機能しているため、特に、川崎競馬の本場開催日を中心に混雑し、混雑状況に対応して、臨時出発口の設置や、駅入口での初乗り区間の切符の臨時発売なども実施される。また第一線にも、競馬観客輸送に対応した増発ダイヤが用意、されている。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下記の通り、 京急大支線の連続立体交差事業が1993年に都市計画決定、1994年に事業、しかし、当駅を含む2期区間については、すぐに事業化できる状況ではないとして、事業期間の延長申請を見送り、2016年3月29日付で、事業は休止となった。その後、2017年10月27日に行われた、 平成29年度第1回川崎市公共事業評価審査委員会にて審議した結果、中止することが決まった。駅東部には中小企業の工場が多く存在する。駅北部の日本コロンビア川崎工場跡地にはタワーマンションが3棟建設されている。最寄り停留所は国道409号線上にある競馬場前となる。以下の路線が乗り入れ、 川崎鶴見臨行バスにより運行されている、京浜急行電鉄大支線京急川崎駅、港町駅鈴木町駅、神奈川県県西洋蘭コロンビア前駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。